でねーん、かわいいダンボール。本日ですね、呪術廻戦ファントムパレードの予約していたグッズが届きました。いやー、ちょっとね、うちらはね、なんだろ、缶バッジを大量に注文したせいか、みんなよりも届くのが遅かったの。でもそのおかげで、ランダムがどんなもんかと分かったんですけど、偏りが半端ないらしいです。第1弾の時のグッズの、あのカードあったじゃん。あれは、恵みのレアカードのみ出てなかったんだけど、どうやら今回やばいらしい。ちょっとね、かなり怖いんですけども、まぁ、今回こちらね、開けていきたいと思います。箱がね、めっちゃ可愛い。パンパレ通販ではね、頼んだの初めてだったから、こんな感じなんだっていうのが、ちょっとびっくりだった。前はね、ショップで買ったから、通販やんなかったんだよね。それじゃあ、まず、開けていきます。さあ、来ました。うわ、偏らないでくれ。いや、入れすぎだって。ね、入れすぎだって。これたくさん入ってますと、まあ、ここが多分アクリルスタンドと、これをね、あの今回問題のランダム商品30枚しか買ってないんですよね。で、こちらにありますのが、はい、ゆうじくんの缶バッジをね、大量にマーポン注文したんですけど、これ最初57ミリだと思ったの。だから板バック分の54個買えばいいやと思ったんだけど、まさかのなんか大きい缶バッジでびっくりした。で、55個頼みました。54はうち気持ち悪いってことで、55にしたんだよね、これね。板取裕二、メタル缶バッジ。めっちゃ可愛いよね。なかなかいい。やっぱこのゲームの缶バッジっていうのは、なんかオーラがあるよね。しかも単体売りっていうのが優しい。もう全部これにして。これが55個あるんで。で、これちょっとね、最後に並べたいと思います。はい、こちら、ゆうじくんの缶バッジが55個です。なんかさ、缶バッジ、裏の部分こんな感じで、あの、ファンパレのなんか戦闘シーンかなんかのあの背景。で、表がこれよく見たら、ユージがいる。ユージ。こんな台紙までオシャレなんだね。で、そしてこれ、オールアクリルさんの板取りユージ。結構ね、めちゃくちゃ綺麗。前回は確かオーロラキーホルダーだったんだけど、アクリルスタンドめちゃくちゃ綺麗。しかもこれ台座なんかあれじゃない？海藻っぽい感じになってない？ほら、台座こんな感じ。海藻っぽい台座になってる。かわいい。で、ユージ組み立てると、めっちゃかわいい。すごいね。いや、綺麗なオーロラ背景。裏こんな。そして、続いて。バトルキャラアクリルスタンド2箱購入しました。これはですね、全5種類で、ありがたいことにね、うちの子3人が同じラインナップ。今回はこんな感じに、ゆうじくん、めぐみ、のばら、さとる、じゅんぺい来ました。前回のファンパレのオリジナルキャラの2人が入ってたんだけど、じゅんぺいは初めてだね。そうですか。まあ、多分一番前ゆうじでしょう。せーの。ねえ、一番前ユージじゃないの？必ず初めは俺だからね。あなた本当に可愛いな。こんな感じで、ね、バトルキャラのアクリルスタンド。これいいね。戦ってる姿がかっこいいんですわ。順番通りじゃないってことは分かった。じゃ、これか。いきます。せーの。ね、怖い、この二人。はい、ってことで、目隠しなしのサトルです。いや、イケメンですね。いいですね。このスラッとした感じがまたかっこいい。ずるいよね。ただ立ってるだけなのにかっこいいって。いや、よかった。このバトルのね、サトルはね、持ってなかったから、今回ユージと同じラインナップ、ほんと助かりました。ありがとうございます。かっこいい。帰っちゃうけど。じゃあ、3つ目ね。だったらノバラから。せーの。ほら、ファントム最強ノバラです。かわいい。いや、これ一年ず一緒、先生一緒ってのがいいね。しかもまたさらに、順平もいますから。いや、かわいい、のばらちゃん。さあ、ゆうじと順平。これ順平っぽいね。うわ、これゆうじか、こっち。いや、こっちが多分ゆうじ。せーの。ってことで、順平。いや、これ嬉しいね。順平とゆうじが同じラインナップに入ってるの、もう激アツよ。隣に置かなきゃ。ってことで、最後、ゆうじってことで、みんなで一緒にゆうじくんを呼びましょう。まーす。せーの。ゆうじくん、はーい、来ましたね。はい、ってことで、赤パーカーのゆうじくん。いや、かっこいいね。やったるぜっていう、この、たくましい背中がいいね。かっこいい。ゆうじ。やっぱ赤パーカーの方がいいね。なんだろ、その、ゆうじの元気いっぱいっていう感じが出てる。
パーカー動画。で、これを、2ボックスなので、こっちも同じメンツが入ってます。ということで、ここからがですね、問題の偏りがやべえっていうね、こちらのカード、30枚開封していきたいと思います。ちなみに種類がね、16種類しかないんだよ。こちら30パック開けていきます。もちろん、ゆうじくんのレアを狙います。コンプも狙ってるけど、ゆうじくんのレアがないとも話にならないんで、開けます。どっち向きだろう。1パックに2枚入ってます。いきます。せーの！お！まず最初にサトルとイジチさん。これいいね。そして、2枚目。おー！1年ズ！かわいい！なんかこのパックいいね。2パック目。せーの！あ、やばい！早速被った！ほら！早いんだよ、被りの展開が。全く一緒！噂回収かも。せーの！お！ってことで、サトルが来ました。順調だね。今ね。せーの！お！ゆうきくん、来ました。初めてカード。4パック目。せめてさ、ゆうじのレアは出したいよね、もう。せーの！お！サトルキャン！サトキャン！これ、なんか懐かしいな。あったな、一人キャンプ。なんかサトルばっか来てるけど、今。せーの！ゆうきくんかぶった。せーの。うわ、またサトルのお出かけ来た。あ、違う。あ、かわいい。なんかゆうじくん何やってんのこれ、ピースしてる。かわいい。ゆうじ、パンダ、トゲ、マキ、二年ズとゆうじくん。せーの。お、初めて来た。めぐみ、ポツンとしてますね。いや、かわいいね。そして次。あ、かぶりだ。一年ズ。まだレアが来そうな感じはしておりません。せーの、うわー、また来たこれ。はい、おーおー、来た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 。いや、これ出ればもう上等よ。虎杖悠仁レアカード来ました。あと豆が欲しいって言ってたのが、東堂との温泉。あとはサトルのレア。サトルのレアがめちゃくちゃ厳しいらしい。紫。せーの。お、初めてじゃないかこれ。かわいい。一年ずっと先生払うお仕事して。おー、これも初めてだ。野原ちゃんと、まいさん。女同士の、バチバチしてんだ。せーの！うわ、これ多いな！せーの！うわ、このペアで来やがった。うわ、サトルのレア来ない！せーの！おーおお、これ、ななみんと井野くんだ。このペアがいいのよ。このカード欲しかった。そして、サトル来い！せーの！あー、かぶりだ。紫来ます。せーの。うわ、バチバチ。そして、いや、バチバチ来い。紫バチバチ来い。せーの。3枚目来ます。まだある、まだある、まだある、まだある。せーの。はい、かぶり。紫来い。せーの。おー、ヌードヌードヌード。見てください、ユージのヌード。東堂のヌード。東堂はいつで、東堂いつでもヌードだけど、この人。こちら無限回収したいところですね。せーの。いや、結構調子いいからいけんじゃないか。せーの。まだお散歩中ってことかな。せーの。紫。わ、めぐみが来たってことは？せーの。あ、バチバチだ。うわー、紫来た。せーの。うわ、払うお仕事。それから、先生が、せーの、キャンプをする。せーの、おめぐみ。うわ、盛り上がってきた。せーの、これも多いね。13、14、15、16、あと4種類。なんだろう、あと。せーの、あなた何枚目？せーの、あ、これだ。ななみんの新幹線。これいいね。新幹線乗るときぜひこれ持っていきたいね。いや、来た来た。あと3種類。なんだろう。せーの。え、必ずいるんだけど。せーの。1年ず呼んできちゃった。せーの。あ、ヌード来ました。濃いね、2枚目。ヌードが来たってことは紫来るわ。せーの。せーの。ゆうきくん、久しぶりだね。せーの。出たよね。いきます。せーの。お、ゆうきくん。そして、せーの。
恵めなきゃ山盛りなんだけど一人で。せーの、ヌード来ました。ヌード3枚目。せーの、うわー、せーの、うわ、お出かけ行っちゃったよ。そしてせーの、これも出たね。いきます。せーの、ゆうきくん。そして紫子、せーの、いやー、マジでレアないじゃん。サトル、なんでだよ。せーの、ななみ。そしてせーの、うわー、これ多い。せーの、新幹線。ってことは紫が、はい、あ、びっくりした、紫来たかと思った。あ、これなんかあれだ、オリジナルキャラか。あと2枚、あと残る4パック。せーの、出た出た。あと1枚何、じゃあノーマル。せーの、これあるもんね。今ラインナップ見たところ、野原ちゃんとリンドペアのカードが出てない。あとはサトルの紫。せーの、そして2枚目。せーの、うわ、これマジで多い。あと2パック、紫と1レンズ。そしてあー、ユージのレアだ。もうこれじゃん。じゃあ、じゃあラストいきます。締め、締めはじゃあヌードで。せーの、ななみんね。締めヌード。せーの、あ、びっくりした、もう紫かと思った。ってことで結果、30パック買って、サトルのレア、野原リンドペアのカードが出ず、あと2種類ってことになりました。まあユージのレアカードがまあ2枚来てくれたんでね。うわー、コンプしたかったなー。はい、ということで今日はですね、ファントムパレード幻影夜行のグッズの紹介でした。いや、やっぱちょっとコンプリートはできなかったんですけど、まあね、マーポの狙いのユージのカードが出たんで、とりあえず良かったです。まあ缶バッジもね、こんな風に並べてみました。やっぱ缶バッジ一個一個が大きいからさ、圧巻だね。ちっちゃい缶バッジのさ、55個ってそんな量あれだけど、大きくなると、なんかわーってなるかも。はい、ってことで、ちょっと多分また第3弾のね、カードも出てくると思うんで、まあなんだっけ、呪術廻戦ゼロの方もあったのね、カード。そっちは買ってないんだけど、まあ多分これからも引き続きカード出ると思うので、まあコンプね、狙おうと思ってたくさん買ってもできなそうなんで、まあ次回こそできたらなとは思います。ってことでご視聴ありがとうございました。またこれからのね、動画をお楽しみに待ってくださると嬉しいです。では、おつぱん、バイバーイ。友情がいっぱい。